はい、どうも皆さん、おはこんばっちは、チョモラマタケシです。今日も元気に NBA 2K モバイルやっていきたいと思います。ということで、今日はちょっといろいろね、新しく、まあちょっと、アップデートっていうかね、ちょっといろんな要素が新しく入ってきたんで、ちょっとそれをいろいろね、今日はお話ししていきたいと思います。はい、では、お願いします。チョモラマタケシの NBA TV。はい、で、まず、ファンタジーファイナルの画面が来ましたね。はい、こちらイベントの。で、入ると、まだね、準備中でございますけれども、これは金曜日の朝、4時だっけ ?3 時だっけ、そんぐらいから始まります。はい。ガチ勢の方はね、はい、ぜひ早起きして、スタートダッシュを切ってください。はい、で、報酬なんですけど、ババンと、こんな感じですね。はい、ダイヤカワイ、そして PD ガーネット、そして、ジオラジュール。はい、来ましたね。オラジオが来ました。で、今回は、私、過去、ちょっと受け取ってきてないイベントも多々ありますけれども、今回は受け取ろうと思います。はい。なんでかっていうと、もうね、持ってるからですね。センターのギャラオパ、イベントカード。まあ、もちろん、パワーが 35,714 で、ロビンソン、デビッド・ロビンソンがね。で、オラジオンは、まあ、36,000 でちょっと上がるんですけど、まあ、この1000ぐらいの上がりは、もうしょうがないと思ってるんで、もうセンター受け取ってるんで、オラジオに関しては受け取る。だから、イベント最終日。まあ、最終日かわかんない。3日目で受け取れるかもしれないけど、受け取ったと、暁には、受け取りの瞬間ね、お届けしますんで。はい、という感じですね。で、ちなみに、オラジオが最高報酬じゃないんだけどっていう人もいると思いますけど、一応、ギャラオパのカードが、最高ティアのギャラオパが、最高報酬になるには、パワーが22,000以上だったかな。うん。以上必要なので、まだね、まだイベント、まだ始まりませんから、まだ1日と4時間とかある。金曜日の朝までに、もうちょっとで、ね、22,000いけそうな人はちょっと目指してください。はい。これで1個報酬が上がるだけで全然違いますからね。うん。簡単にダイヤ手に入るし、PD が中間報酬だからね。はい。ぜひ目指してください。で、FF は、まあ、超神イベってわけじゃないけど、まあ普通に順当に楽々に行ける方法とかもいろいろあって、まあ、もう FF に関してはもうずっと前からあるイベントなんで、もう動画も何本も撮ってるんで、まあ改めて解説はしませんので、そちらの方を見ていただければと思います。まあ一応ちょっと概要欄とかに、何個か FF の過去の動画上げとくんでね、もし全然 FF わかんないよって方がいたら、参考にしてみてください。はい。まあイベントはそんな感じですかね。はい。FF ですという感じですね。チョモラマタケシの NBA TV。 はい、で、もう一個、はい、この右上にね、はい、ガチャ画面来ておりますけど、どうしようかな。じゃあまずちょっとコレクションからいこうか。はい、はい、で、ババンと、あ、違う、こちらババンサマーって来てますね。はい、夏テーマついに来ました。皆さん、夏が来ました、ついに。はい、で、こちらはまあ初見の方はね、よくわかんないと思うんですけど、これはイベントじゃないんだよね。イベントは今、ディフェンダーの方で来てて、その裏で、サマーテーマなんで、これはイベントは来ない。イベントじゃなくて、なんていうか、なんていう、過去にも、まあずっとやってる人はわかるんだけど、過去をこう見てもらえると、こう、節目節目でね、こういう、まあ今までオールスターとかさ、こういうレインメーカーとかさ、それぞれなんか殿堂入りとか、そういうテーマ分けみたいな、で、選手が来るじゃないですか。で、もう一個、まあ、ここ、虎年もそうだったっけ?そう、なんか季節ごとっていうか、季節ごととかそういう暦の新年とか、あ、これも、これとかそう。このニューイヤーとか、ニューイヤーとか、あと、冬、あ、これ冬、ウィンターってあるでしょ?さっきサマーに対してウィンター。ウィンター、あとね、秋とかもあるから。春もあったっけ?あれ、これ春通り過ぎた?そういえば。あ、これ、秋。オータム、秋ね。秋とかそういうね、季節ごとのやつはね、なんかね、その、イベントとは関係なしにカードがなんかリニューアルされるんですよ。で、今、まあ、ストアでガチャ来てると思うんですけど、このサマー、ちょっと高いんだけどね。ちょっと高い。だってさ、普通のテーマがさ、2000、まあちょっと今割引されちゃってるけど、2500円に対してさ、3500円ちょっと高いんだけど、で3500円のくせにさ、ちゃんとギャラオパは 1% っていうさ。だってさ、これさ、ギャラオパさ、まあ、まあでもギャラオパが出る確率としては 3% ってことか。まあそういうことだね。うん。さあ、そう、前、用途した前の狩りはこれ 1% だからね。純粋に。
これは純粋に 1% なんだけど、こっちはまあ、まあ、言うても、まあ、カイリーを当てようとしたら 1% だけど、まあ、ギャラオパが出る確率は 3% あるっていうガチャではあるんでね、まあ、3500円はしょうがないのか。3500円というか3500コインか。っていうのが来てて、まあ、そういう、なんでもガチャプラス、で、これは、この最大の特徴は、あの、一部の選手はイベントとか関係なしに、あの、ただでもらえちゃうんです、実は。実は、このサマーテーマのいくつかの選手は、ガチャとか引かずに、無料でもらえちゃうっていうね、特別な、実はイベントなんですよ。はい。で、無料でもらえるっていうのはどういうことかっていうと、あの、ドラフトピック試合終わった後とか、ドリル終わった後とか、ドラフトパックで、いくつかの選手がもう出ます。はい。で、ちなみに私はもうすでに、バーファント、サファーですけど、サイブル。マシューサイブルは出ました。これ光ってるよね。はい。マシューサイブルは引けました。今日。まさにドラフトピックから引けまして。で、公式からアナウンスされてまして、いくつか出るっていうので、まず一番。で、ちなみに、ギャラオパは出ない。これギャラオパの3選手はガチャゲン。ガチャゲンですね。はい。で、PD が出ます。1人。誰かというと、ダダン・エイトン。これは公式がアナウンスしてるんで、出ます。デアンドレ・エイトンが PD。で、出る。で、次、ダイヤは、そのお隣ですね。アマレス・サウダマヤが出ると言ってます。で、次、オニ。で、オニは、この辺ガチャゲンかな。ギリーですね。ジョシュ・ギリーがオニとしては出る。そして、アメジは、バディフィールドが出る。で、ルビーイーカーはちょっとアナウンスされてないんですけど、多分おそらく、各ティアで最低1枚ずつは出ると思うんだよね。うん。だから、ちょっとアナウンスされてないからどれかわかんないけど、ビビーか、クラクソンか、フォーフォード。まあ、フォーフォードはさ、この前もファイナルテーマで出たから、てかファイナルテーマとこれ同じ絵じゃね？ちょっと比べる？これ覚えといて、この絵。あ、でかかった。すいません。なんかどっかで見たことあるなと思って、ちょっと勘違いしたね。すいません、失礼しました。はい。で、あと、あ、まあ、ルビーはそれと。で、サファーは、クミンが出んのかな？ハスレも出んのかな？わかんないけど、まあ、ちょっと、サイブルは出ちゃったんで、他が、ちょっとこの二人は出るかわかんないけど。あと、エメはまあ、いらないっちゃいらないけど、まあ、これ多分めちゃめちゃ出るよ、エメは。エメは、期間中多分10枚以上みんな出ると思うよ、余裕で。はい。っていう感じですね。はい。で、コツは、じゃあどうやったらこういう選手手に入れられるんですかっていうと、もうドラフトピックを引くしかないんで、ドラフトピックをぶん回してください。この期間。で、この期間って言ってるんですけど、正式にはいつまでってちょっとね、ツイッターの方でも書いてなかったんですけど、まあ、今までの傾向で言うと、このガチャがある期間は、出ますんで。はい。なんで、今、右上に書いてる、12日と4時間。って書いてあるね。で、12日間は、だこのガチャがなくなるまでは、基本的には出ると思っていただいて大丈夫です。はい。なんで、その12日間の間に、ドラフトピックをぶん回してください。で、まあ、よりいっぱい出す方法というか、よりいっぱい出す方法はないんだけど、ないっていうか、やる方法としてはもう、ドリルをぶん回すことですね。基本、ドリルって、こっちのシーズンだとさ、あの、1試合にさ、まあ、最低でも1クォーターで、4エネルギー使っちゃって、ガチャっていうかドラフトピック最後3つじゃないですか。いや、ドリルってエネルギー1なのに、1のくせに、ドラフトピックは3つ引けるから、4倍お得なんですよね。単純に言って。だから、この期間はマジで本当に欲しい人はドリルを分回してください。そして、じゃちょっと一回ドリルやっていいですか？その後ちょっと言いたいことがあって。チョーブラマダケシの NBA TV。はい。じゃあちょうどベンチプレス来てね。ちょっとベンチプレスやっちゃった。これクリアできっかな。そもそも。ちょっとレベル4のベンチプレスむずいよね。まあ大丈夫。じゃあ大丈夫だけど、ガチでやるけどね。ただこれ連続で、そう、ドリルぶん回したりして連続でやってるとマジ疲れる。これは。これマジで、もう 5回ぐらい連続でやるともう疲れるんで、ね、ちょっとその辺を休みやってください。1回でもきついからね。さあ大丈夫、大丈夫だよ。ここはまだ始めだから、今指は全然疲れてないから、大丈夫だと思うけど。でもちょっとレベル4だから気抜いてると、危ねえ。残り 0.2 秒だった。最後か、これ。いくよ。いけ。危ねえ。オッケー、大丈夫、オッケー。
まあ、1回目はね、こういけるんですけど、で、俺が、で、この後なんですけど、で、ドラフトピック、ここで、はい、で、この後、ドラフトピック画面で、はい。で、ファイナル終わったんだけど、これ、いつまでこのデザインなのかな。はい。で、実は、エイトン、すべての人に出るわけじゃないんですよ。始めたての人とか実は出なくて、どこでわかるかっていうと、まあ、左のバーでわかるんだけど、一番わかりやすいのはここ。ここの、びっくりマークのとこ、押してもらうと、こういう画面に行きます。はい。で、ここでドラフトボードは、ギャラクシーオパールまでの報酬を含んでいますって書いてあるでしょ？はい。ここをよく見てください、皆さん。で、ここで、要は最高の、自分がドラフトボードから出る最高のティアが何々ですって書いてあるんで、まあ、左のバーの通りなんだけど、だからここが、例えばダイヤですって書いてあった人は、8出ません。はい。だそもそも PD のカードが出ないのに、8が出るってことはないので、まあ、その人は、例えば、最大、ボードが PD を含んでいますって書いてあれば出るんだけど、例えば、ダイヤですって書いてあった場合は、まあ、スタウダマイは出るけど、8は出ないんで、で、どうすればいいかっていうと、パワー上げるしかないですね。はい。チームパワーを、最高パワー上げるしかないんで、はい。で、まあ、こうやって。まあ、あとは運だよ。あとは運だからもう、とりあえずやりまくるしかないね。宝くじなんで、だくじをいっぱい買うしかないよね。当てるための確率は、おお、待って、早かった。っていう感じですね。はい。という感じで、これを12日間、分回してください。まあ、おすすめは、なんだろうな。まあ、2on2 とか3on3 だったら、何か作業しながらね、自動でできたりするんで、いいんですけど、まあ、ベンチプレスだったら周回は早いよね。あと、ここ今ないけど、垂直跳びとかも早いね。垂直とかも早いから、まあその辺もおすすめだと思うんですけどね。はい。まあという感じでね、今回ちょっと、まあぜひ、まあ始めたての方がメインになるんですけどね、ちょっとよくわかんないかなと思いまして、サマーテーマっていうのはこういうことだよっていうのをね、ちょっと語ってみました。はい。まあぜひね、ちょっと無料で8とかもらえるんでね、期間限定。でも、本当に、マジで出ないと思う。だって、ただでさえ、やっぱ PD の、カードって、まあ、わかる人は出ないと思うんですよね。ドラフトボードから出るのって、全然出ないじゃないですか、PD なんて。だその中でさらに、だからこの期間でさらに、普通のファウンデーションの PD とか来たりもしたりするんで、だそこでエイトンと入れ替わってくれるかっていう確率もあるんでね、まあ、もちろんそんな何枚もゲットできるもんじゃないっていうのは覚悟しておいてください。はい。まあ、ダイヤもそこそこ出ないからね。まあ、なかなか難しいと思うんですけど、まあ、ぜひ、とりあえずコツはもうドラフトボードぶん回すしかございませんので、まあ、せっかく無料なんでね、ぜひ、始めたての方、特に無課金勢の方は、こちらは、この期間はマジで、ガチでドラフトボードぶん回す期間ですので、頑張ってみてはいかがでしょうか。はい。でちなみに私、ファンタジーファイナルは、こちらの、こちらですね、もう準備万端、これスタボ、まあ、60% ですけどね。60% で、これで始めて、で、今回ポジションがやっとずれたんで、SF ですね。SF と PF でそれぞれポジションが違うんで、まあ、この2枚ゲットしたら、80% までと、中間行ったら 80% か。80% までいけるので、まあ、感想はいけると思います。はい。まあ、まあ、日曜日中にできるかちょっと微妙だけど、まあ、とりあえず、感想は絶対いけると思いますんでね。はい。感想したい方はぜひ、ちょっと、一応、まあ、参考までに、概要欄に、過去の FF の攻略動画貼っておくんで、ぜひ見てください。じゃあ、今日はこれぐらいでいいかな。はい。それでは、See you next time! バイバイ！いや、マジで。PD の8絶対当てるぞ。